シャス七日です。今回はこのダブルリボルバーやっていきたいと思います。私のショットガンカスタムを見せましょう。よし、3人持ってったぞ。いやー、もうね、ショットガンがいない世界になったじゃないですか。いや、何寂しいことやってるんですか。僕がいますよ、ここに。ってことでね、やっていきたいと思いますけどね。このショットガンカスタム、ワンチャンね、これ近かったら片方でもね、ワンパンで沈むんですよ、こいつ強くてね。なんで意外と何でしょう、ショットガンの中でも一番強くなっちゃったまでは言わないか。でもだいぶ減ったからね、天敵が今いないんですよね。自分のなんか、みんななんか LMG とかなんかいろんなね、なんか武器に変わってったんで、近距離レンジ勝てるんですよね。いやー、すいませんねーって言いながらやっていくわけなんだけどね。いや、金まででも頑張ったから、ちょっとこれはね、やらせていただきたい。このダブルリボルバー、なかなかこう、でもダブルリボルバー自体はそんな難しくなくて、これ、出すの、出すのがちょっと大変かな。そこはしょうがないですよね。でもやっぱり SMG も普通に強いからな、そこに居座られたりとかすると。 OK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  ちょっと B 取れそうだね。危な、怖っ。これ一応両手で撃ってるけど、あんまり両手で撃つ理由がなかったりするかも。あー、惜しい。めっちゃいけたな今。いやー、いいね。僕はちょっとショットガンに関しては本当何にも触ってないから、ショットガンの爽快感を知らないんだけど、ハンドガンの爽快感は知ってますよハンドガンという名のショットガンだけどね。いやー、美味しい美味しい。このね、レンジ最強ですよね。やっぱね、最強の近距離武器、一発武器ですよ。意外とちょっと距離あってもいけるからな、これ。おい。いやー、すいませんね、すいませんね。ちょ、動けなくなるのは、ちょっと勘弁していただきたい。そっか、シップメント装備みたいな感じになってるんかな、自分が。うわー、今のちょっとずれたな。で、意外とね、このエイムアシスト設定とかで、変わってくるのかな。でも今作ってなんか結構感度高くね、感度高めでやってもいけちゃうからいいですよね。ちょっとこれどういう、あー、ほら、ちょっと今のとかね、なんかね、なんかこうダッシュ中のうち、なんだろう、ダッシュ後のこの打ち出しのタイミングがなんかね、まちまちなのよね。それがちょっとこれ悪いかも。なんか突然打たなくなるんですよね、多分設定かな、オートダッシュの設定かなんかの影響してんのかな、謎ですけど。あー、全然いた。あの2枚やったらくそー、オールクリアになったんだけどね。いやー、これでちょっと開拓しないといけないんですよ、本当に。もうちょっとあのピアノの距離まで下がられるとちょっと自分厳しいかな。ちょっとそこはダメだ。ここの何、今ガスかなんかで、あ、やば、サーバーが行きそう。大丈夫か、怖っ。頼む、頑張れ、これ応援するぞ。うわー、ダメかー、今のタイミングが。よし、ちょっとね、前に進みたいかな。誰か前線を上げる人いないんですかね。ちょっと前線上がらなくて困ってますけど、自分ここまでは来れる。ここまでは来れるんだけど、こっから先上がるのがすっげー難しい。後続の味方が追いついてくれたらめちゃくちゃいいんだけれども、そこがね、追いつかないんだよな。それが厳しいよな。おい。危な。で、後続の味方が、こっちに追いついてくれたらめちゃめちゃね、やりやすいんだけど、どうかな。あー、やっぱね、そっちいたか。いや、惜しいな、今の。でもいいところまで行った。OKOK。あの距離でもやれるからね。で、強いんだけど、ちょっと前線上げない限り。おー、ナイス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 。いいね。弾薬箱破壊でキルしてる。素晴らしいぞ、味方。いけるいける。いいぞいいぞいいぞ。B 制圧しようぜ。されそうだけど。OK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 。後ろ来てるけどいけるか？ブラボーいけるか？あともうちょっと。いいね。そこ。いや、ナイスナイスナイス。左からのやつは俺はちょっとどうにもできん。マジで。なんか、
やばやば、いやこの距離はちょっとレンジ違うんだよな。おお待って、なんかリスがわからんぞこれ。オッケー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 、行け銃剣突撃くん、やったな。あ戻った戻った、多分戻ってる。どうなってるんや、ここのね斜め前がちょっとほんと死角だからな。スモーク投げて、おいおい、おいしいおいしい、おらおら、そこだけじゃねえんだよな。よしよし、あー B がまたやばい、あ B めっちゃ乗ってんじゃんこれ、やばい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 。おお、フラグかよ、こんなアモンって、こんなアモンってありか。オッケー、いや待って待って待って、自分もやばい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 。オッケーオッケー、あめっちゃ倒したけど、ちょっと B 頑張ろうぜマジ。あーちょっと、あテルミットか、テルミット強いなあれやっぱり。くそー、待って待って待って、ここにおる、ここにおる。オッケーオッケー任せろ。おー頑張って B 取ろうぜ。ちょっと自分の装備だとちょっとあれかもしんないけど、ちょっとここら辺でちょっとあのモソモソしときますわ。オッケー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 、前押したぞ。 B 取れ B 取れ、あともうちょっとだよお前、乗れって乗れ乗れ、いいぞいいぞ、ナイスブラボー、いいねーこの GG、 いやマジで GG。 あーこいつら撃つねえか、なるほど、撃つんのやつマジで翻弄されるからな。うわ厳しい、あーでも倒しちゃった、強っ。はいお疲れさん、いやーショットガン強いねーやっぱり。待て、うー普通に撃っときゃよかったな。やっぱアモン使う場面ってあんまなかったりすんのかね、なんかね。あ3発撃ったのに知らない。オッケー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 、強っ、ナイス味方、優秀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 、これは優秀、バリバリ優秀。はい、うわーこいつ映んねえやつらだ、もう映んないやつらはな、それは強いな。まあまあ全方位に喧嘩打ってくるわ。オッケーオッケー、ふう、いいねー、ショットガンって強いなやっぱり。このね疾走感あふれるプレイはね、一応視野角ちょっと上げたりしてるんですよ、これのためにね。やっぱショットガンはね、あの視野角マックスでやりたいよね。マックスではないけど115ぐらいまで上げてますけどね自分は。設定みんなあれ、最近そういえば僕知った設定があるんだけれど、おおマジ、あのオープニング飛ばしますか飛ばしませんかっていう設定が実はねあったんですよ。まあ、PC 版の人はねゲーム結構あの終了させること多いんで、あの結構需要あるんじゃないかなと思うんだけど、みんなねあのエペとかこう切り替えたりとかするときに、コールオブデューティーとエペ切り替えたりときに、それ知ってるとねコールオブデューティーのオープニングすっ飛ばせるんでね。まあ、昔からあったかもしれないけど、自分はそれ気づくのがちょっとね遅れてたんでね、ぜひともねこのタイミングで知らなかった人はその設定やってみるといいですよ。あー待って、めっちゃなんか惜しいな、やっぱ自分がリスかき回したいところだけどね、なかなか難しいな。このはい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 、待って待って待って、ナイスナイスナイス、今のナイス、今のめっちゃナイス。オッケーオッケー、ちょっとクリアになってる、今めっちゃクリアになってる、今めっちゃクリアになってるけど、めっちゃ敵来るのも早いな。ほらやばいだろこれやばいでしょこれ、もうショットガンどころじゃないよねこれ。犬か、犬も余裕だぞ俺は、ちなみにしない、犬余裕なんで、あー任せてくださいと思うんですけど、ちょっとおー犬、犬も一瞬で蹴散らせるんだよねこれ、強いから。いやー待って、おわーちょっとあそこ行きたかったな、あのスライディングで。ちょっと待って待って、おい来いよ、うわー、いや負けたか。でも100キル行きましたね、ダスハウス100キルはなかなか
いい感じですね、うん、指標としてはね、ちょっとシップメントでみんなちょっとね、あのバグってるかもしれないけど、いやーでも惜しかったな、結構ね押せてたんですけど、結構なんだろうな、ショットガンがいなくなってからみんなね動かなくなっちゃったね、なんかね、まあそんな感じで、ぜひともリボルバーのねデュアル、まあちょっと今の環境だったら意外とありかもしれないね、ショットガンの代わりに持っとくって。もうこれがサブウェポンってところがちょっと評価したいところなんですけれども、ぜひよかったら使ってみてください。そしてね、あの僕の言ってたオープニングすっ飛ばし設定も、あのゲームのね設定の中にあるので、ちょっと探してみてください。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。それでは次回もかかってこーい。